ャースのロハスが珍エピソードを明かす。ドジャースのミゲル・ロハス内野手が米ポッドキャスト番組で大谷翔平投手について語った。話題に上がったのがメジャーでもトップクラスの打球速度。ムーキー・ベッツ内野手はあまりの打球の速さに怯えているんだと裏話を明かした。ベテランのロハスは米メディアジョムボーイメディアのポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演。司会者のクリス・ローズ氏から、彼が打つとき打球音は他の選手と違いますかと問われると、ああ、 100% 全世界が翔平のホームランに注目しているだろう、でも私はどんな時でも彼に注目しているんだと話した。また大谷の前を打つベッツについては、ムーキーは恐怖に怯えているんだ、翔平が打席の時彼は一塁走者になる時が多いんだけど、当たるのが怖いから彼は後ずさりをしながら第2リードを取るんだと珍エピソードも明かした。もし111マイル約 178.6 キロや118マイル約 189.9 キロのようなライナーが当たったら彼はおしまいだからね。大谷のパフォーマンスにチームメイトも毎日驚かされている。フルカウント編集部